誰覚えているか、二人で見た朝焼けを誰忘れてないか、語った夢の話を。Darling, 夢見た場所で落ち込む日々があるなら Oh, 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 darling, 聞かせてくれ、笑い事に変えてやる。見た目とは裏腹な弱気な一面を僕に見せてくれた愛すべき友よ。君のままでいい、あるがままの心でいいさ。道なき道を行くのも君らしい。もし迷った時にはほら、いつか僕にくれたように、精一杯の声を枯らし背中を押してやるよ。Darling, 無意味なことで何度もぶつかり合って Oh, 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 darling, その度僕ら絆を感じてただろう。君の嫌なとこぐらいいくらでもあるけど、すぐに伝えられる愛すべき友よ。誰も信じられないと悲しいことを言うなよ。君を信じてる奴がほらここにいる。どんなに土砂降りでも止まない、雨はないから、二人手につけた太陽がまだ空に昇る限り、恋に破れて抜け殻になってた夜、Darling、そんな僕と共に夜を越えてくれたね、Darling、その優しさでどれだけ救われただろう、Whoa, whoa, whoa, Darling、今更だけど出会ってくれてありがとう。君のままでいい、あるがままの心でいいさ。道なき道を行くのも君らしい。もし迷った時にはほら、いつか僕にくれたように、精いっぱいの声を枯らし背中を押してやるよ。
徳永周平です。今日はねこんな、マニアックなアーティストによく見に来てくれましたね。ありがとうございます。2ヶ月ぐらい前にオーナーの方にこういうイベントがあるんだけどって話をいただいて、出てみませんかということだったんですけど、まあ出ましょうとなりましてですね、3年ぶりにちょっとライブをやってるので、もうねこの左足とかもガクガクしちゃって大変なんですけど、今日のためにですねちょっとまあブランクがあるので、なんかこう自分なりに掟を作ろうと思って、1ヶ月ちょっとお酒をね、控えました。はい、ってことはあと30分後にビールが飲めるんですよね。それでですね、今日の、まあ、さっきから何回も多分言ってるんであれだと思うんですけど、ユーストリームですか、流れてるんですわ。で、僕はそのインターネットとかそういったの全然わかんないんですけど、一応ですね、YouTube に載ってるんですよ、僕も。結構前にですね、ワンマンライブっていうのをやりまして、まあ、2時間半ぐらいやってたんですけど、その中から2曲載ってるんですけど、ちょうどその歌詞を間違えた2曲が載ってるんですね。で、まあ僕が載せたんじゃなくて、友達がなんかこう載せたよって言われてて、で見たらああ間違ってるわと思ったんで、ちょっと今日せっかくそれに乗るので、リベンジというかその曲をやってみたいと思います。それじゃあ聴いてください、枯れない花。汚れた空気に沈んだ名もない花びら、偽ることに慣れすぎて痛みさえ今はやらない。雑踏の中に埋もれた孤独のかけらが散りばめられた傷跡が癒やしない赤を作る。信じ続けて夢見てたものが冷たい風に吹き消されてゆく。カラーモノクロームの空に映された何気ない君の横顔、光揺れる景色が痛いから瞳閉じて黒く染める。途切れた心の片隅手にした真実、気づかぬうちに生み出した全てを覆う幻、記憶の中に浮かぶ蜃気楼を手を伸ばしても触れられないまま。ああ朝焼けの中染まる悲しみが目の前に涙で滲む。過ぎた影が生み出す影をもこの胸に置き去りにして
闇の中響く静寂がまた僕を壊してゆく。許されぬほどの雨に打たれて光を失った花、モノクロームの空に映された何気ない君の横顔、光揺れる景色が痛いから瞳閉じて黒く染める。お酒飲んでいいからね。俺はもうちょっと我慢するけど、あの頼んじゃっていいから。なんだっけな、今日オリジナルのあれはノンアルコール？アルコールも入ってる？ない？あるの？入ってんの？あ、ほんと。それがですね、さっき多分なんかあったと思うんですけど、作ってもらって、要はなんかオリジナルカクテルらしいんですけど、なんか名前をつけてくれと言われたので、おいしいのっていう名前にしました。なのでおいしいのからさいってたらそれが出てきますから、ちょっとあの甘くて本当においしい、おいしいんですよ。ほら今あの持ってきたんで、紹介これを、だって俺これ俺あれだよ、作ったわけじゃなんか、飲んだ、あの白い液体にあの青と赤のなんかあの液体がちょっと入ってて、甘いんですよ。はい、あ、おいしいです。はい、これはね絶対飲みたくならないですよね、今の案内じゃ。すいません。あとただね、あのカクテルを頼むと、これあの仲間と飲んで旅に出ようって言って、1名様に毎月あの2万円の旅行券当たるんですよ、ここで。僕当たったんですよ、第1回目が。あれ、あのあれですよ、ここに出てるからっていうそういうなんか癒着的なもんじゃなくて、ちゃんとあのすごい公平なじゃんけんっていうゲームですごく勝ったのでもらったんでございます。なのであのカクテル頼むとそれがなんかこう抽選券みたいなのがあるんで、もしよかったらちょっと頼んでみてください。ちょっと、激しい曲が続いたので、じゃあゆっくりの上の曲をね聴いてください。
あの頃と同じで上目遣いが上手な君はいつもそばにいてくれたね。離れた季節に映る誰かの姿、今も残ったままで。手をつなぐ二人に戻れないの、僕が傷つけたから。何度も何度も君の声を求めては眠れぬ夜を越えて、幸せを願ったはずの心は涙が止まらなくて笑えないよ。どんな時も君の記憶が離れない、まるで子供のように伝えられない、思いを噛みしめながら涙が頬を伝う。受話器の向こうで聞こえる笑い声が胸に突き刺さるから、作り笑いさえできずにいた君を思い出すたびに、凍えた両手を温めたい、できるなら今すぐ抱きしめたい、もう一度僕に笑いかけてほしい、叶わぬ願いならば夢の中だけでも重なり合わない視線の中、あの頃の二人に戻りたくて、さよならの言葉が言えないまま一人立ちすくんでる雨の中で、暗い空にふと一つ知らない星が浮かんでた、それは初めて見たのに、なぜか懐かしい星、広がる夏の空に夜の帳が降りる頃、
星のカーテンがあなたを包み込んだんだね。幼い頃の僕からは想像つかないくらい遥か遠く空の彼方、あなたは旅立ったんだね。いつもこの空で見守ってるあなたの光、僕にくれるその心をいつも感じている。泣き虫の僕は今ではもういないけれど、目を晴らして泣いてた夜、あなたは覚えてるかな。僕が怖い夢で眠れなくて泣きついた夜、抱きしめられたその腕は優しい夜をくれた。いつまでも覚めることのない夢は続かないんだね。どんな暗い夜も雲が遮る雨の時も、あなたとつながるこの心、はぐれたりしないから、いつもこの空で見守ってるあなたの光、僕にくれるその心をいつも感じている。空に輝くあなたの星、僕は見てるから。ビールと唐揚げまであと2曲です。本当だったらね、ここで次のライブはってこう言うとこなんですけど、また気が向いたらやろうと思うのでね、よかったらまた来てください。
よし。じゃあちょっと皆さんも体を動かしつつちょっとリラックスしてノリノリで聴いてもらおうかと思います。手拍子がないと歌えない。Together, みんなで声合わせてよ。いつまでも歌声が鳴り止まぬように。花咲き誇る春の光、空見上げる君の眼差し、風に触れた僕の指先、日だまりの下つぶやく言葉、小さく揺れ動いてるこの歯、くぐり抜ければ目の前にはほら大きな影がまた一つ僕の背中を追い越して、ぼんやりと雲を眺めてたら嫌なことも忘れてたよ。 Clap your hands together、 みんなで声合わせてよ。いつまでも歌声が鳴り止まぬように。 Clap your hands together、 リズムが生まれたら止まらないよ。朝まで Let's sing a song tonight。白い月が残った夜明け、目を細めて見た街はぼやけ、薄暗い空気に照らされて、静かな街に響く足音、響き刻む僕の足跡、誰にも見えない地図を描いてんだ。まぶたを閉じて浮かび上がる夢という名のキャンバスに、僕なりの色で染められた希望が生まれてくる。 Clap your hands together、 みんなで声合わせてよ。どこまでも続いてく空の向こうまで。 Clap your hands together、 リズムが生まれたらこの気持ちを届けて。 Please show me your best smile。大きな影がまた一つ僕の背中を追い越して、ぼんやりと雲を眺めてたら嫌なことも忘れてたよ。じゃあちょっとみんなでちょっと声出してみましょう。続いて歌ってみてください。Clap your hands together。 嫌いですか。 Clap your hands together。 OK、 いいね。 Clap your hands together。 はい、次行くよ。 Clap your hands together。 あー、いいね。 Clap your hands together。ラスト覚えたらみんなでも歌ってみましょう。 Clap your hands together、 みんなで声合わせてよ。いつまでも歌声が鳴り止まぬように。 Clap your hands together、 リズムが生まれたら止まらないよ。朝まで Let's sing a song tonight。
朝まで Let's sing a song tonight 朝まで Let's sing a song ありがとう。それでは最後の曲になります。最後はせっかくこういう、まあ、大きいところじゃないのでマイクとか使わずに、生音で歌ってみたいと思います。ちょっとマイク入れてもらっていいですか。はい、すいません。喋るときはマイク使います。ですね、まあ、ここのお店には僕弟がずっとバイトしてたんですよ。はい。で、そのつながりでちょい飲みに来て、まあ、なんかいい感じの空間だなと思ってて、ライブとかじゃなくても歌えたりしたらすごい気持ちいいのかなとはずっと思ってたんですよ。で、まあ、今回ねこうやってお話をいただいて、ちゃんとライブをできることができたので、すごく、まあ、小さいこう夢が叶ったわけなんですよね。拍手。本当すいませんね、優しい方でありがとうございます。はい、で最後ね、まあ、ずっと昔音楽やってた時に、作った曲がありまして、必ずライブの最後で歌ってるんですけども、まあ、こう頑張ってこうやれば、なんか叶うことがあるんじゃないかと思うことをね気持ちに込めて作った曲があるので、最後夢浪人という歌を聴いてください。初めはテレビのヒーローだったけ、次は何だったかな、思い出せないや、幼い頃に気持ちのままじゃネバーランドにはいられなかった、広い世界で僕が生きてる意味を探してる旅路の上で、
しぶり元気か。俺は諦めたと。眩しいほどに語った日々は戻らなくて、時だけが過ぎていく。怖くなるんだ、眠れなかった。苦笑いで交わした現実が、同年代の仲間たちがほら随分遠くへ離れた気がして、誰かがうまくゆく姿に重ねた自分は偽物で、そうやってまた僕を見失って、もがいてあがいて気づいたこと、等身大の僕でいるから、傷ついたり笑ったりもできる。真っ白な髪に下手くそな絵で、僕なりの未来図を描くけど、怖くなるんだ、眠れなかった。逃げ出すことさえ考えたりして、それでもいつか目指した場所に、イメージのその先を掴むため。どうもありがとうございます。ゆっくりしててください。それでは、ファーストアクトの徳永周平さんでした。皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。
次の、アーティスト、ハクトさんの、出番なんですけれども、ちょっと押してますので、9時半からなります。で、今から20分ほど休憩時間となりますので、ドリンクご注文される方、またはもし3杯飲まれている方、ガチャガチャチャレンジしていただいたりですとか、あとおトイレ休憩にお時間使っていただいて結構ですので、9時半からまた後半スタートしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。失礼します。